はいどうもこんにちは、琉球ライダーです。今日は、僕のこのハヤブサのカスタムを紹介していきたいと思います。これからハヤブサを乗ろうと思っている方とか、今実際持ってるけどこれからカスタムしようと思っている方、そんな方の参考になれば幸いですね。では行きましょう。カスタムっていうほど激しいカスタムをしているわけではないんですけど、プチカスタムなんですけどね。あとアクセサリーいくつかつけてるんですけど、それを一つ一つ紹介したいと思います。紹介する前にざっとちょっと外観をぐるってしてみましょうか。こんな感じです。一番多分目立つのはサイレンサーですよね。なのでこっちから紹介していきましょうか。僕のハヤブサにはこの吉村さんの、マフラーがついております。サイレンサーですね。このサイレンサーは、社外品なんですけども、実際の車検対応ということでこのままでも車検が通ります。はい、すごいですよ。で、音はというと、純正の音よりも若干、本当にね少しアップするぐらいなんですね。そうだ、せっかくだからちょっとかけてみましょうか。こんな音ですよね。静かですよ。はい、純正よりは若干うるさいですけど、うるさいってほどでもないんですけどね、少し音が上がったかなっていう感じですね。これがのマフラーのカスタム場所ですね。で、なんでこの吉村さんのマフラーにしたかというと、僕は、他の動画、僕のこのバイク紹介っていう動画の中でも話してますけど、僕は純正のマフラーの音は大好きなんですよ。ただね、純正のマフラーの色がシルバーだったんで、そこがちょっとね嫌だなと思ってたんですね。僕のハヤブサはご覧の通り黒いハヤブサです。で、その中でここの1本だけがシルバーだと、結構目立ってしょうがないんですね。黒にもここ1本シルバーがドーンとあっちゃうと、もうマフラーが目立ってしゃあないと。で、なんとかねこのマフラーのサイレンサーあたりをね黒いものがいいかなとずっと思ってたんですよ。で、初めはカーボン調のシールを貼ろうかななんて思ってたんですけどね、吉村さんがこのサイレンサーのカーボン製があると。で、ここしかも黒じゃないですか。これはいいなと思って、購入してつけてる次第です。ちなみにですね、これヤフオクで手に入れたんですよ。ヤフオクで確かね6万ぐらいで手に入れてねつけてるんですけど、確かね吉村さんの新品だと12万ぐらいしますね。なので、もしね、カスタム、ハヤブサのカスタムを考えてらっしゃる方がいましたら、できれば新品がいいけど、中古でも今は手に入りますので、おすすめです。どうですかね。黒いハヤブサに黒い色をしたサイレンサーですけど、閉まって見えますよね。じゃあ次のカスタム場所は、パッと見といったら、これが目立ちますか。ニーグリップですね。ここにですね、ニーグリップのためのゴム製の何かをつけてますけど、僕はデニムで乗ることが多いんですよ。ジーンズで乗ることが多くてね。で、ジーンズでね、このニーグリップをしようとすると滑ってしゃあないんですね。なので、こういうゴム製のやつが売ってあるので、これをね、購入して、今、貼り付けてます。ちなみにこのハヤブサのものはですね、後期型のニーグリップのものらしいですね。でも僕はちょっとこの小ささが好きで買って今貼ってるんですけども、意外とやっぱり貼るのと貼らないのとでは全然違ってて、やっぱ貼ってるとねちゃんとニーグリップはできますね。貼らないとね、もうここねツルツル滑っちゃって、ちょっと怖かったですよ。今はとてもいい感じでギュッて、ニーグリップできますよ。いい感じです。これちなみにこれちょっと歪んでるじゃないですか。この貼り方が当たってるかどうかは僕は分かりません。もしかしたらもうちょっとこういう右寄りだったような気はしなくもないんだけど、または上だったかなみたいな感じもするんだけど、自己責任で貼ってください。じゃあ次ですね、次はハンドルです。ハンドルのこのバーエンドですね。
まあ、これ純正は黒でありますけども、これのチタン色にしました。なかなかですね、この色が結構好きで、バーエンド変えちゃいましたね。このバーエンドはね、変える必要はないですね。あの純正と同じ重さだし、あの変えても別に機能性が上がるわけではありません。うん、ただもう見た目重視で変えましたね。次にこのレバーです。これも社外品に変えました。で、前期型のハヤブサのレバーってあのシルバーなんですよ、色が。でこれもあの変えた理由がこのマフラーと同じ理由で、まあ、できればこのシルバーは黒にした方がいいなと思ってたんですね。あの後期型のハヤブサはこちらレバーは黒色なんですけど、前期型は全部シルバーになってますね。なのでこちらは社外品にして黒色を選んでつけてます。ちなみにこれこういう形で立ちゴケ防止にもいいですよ。立ちゴケ防止というか、立ちゴケた時にあのレバー折れる防止か、それにもいいんで、結構これあの変えてた方がいいような気がしますね。じゃあ次はですね、次はこれアクセサリーです。見えますかね、ハヤブサって書いてますよね。これあのヤフオクで2000円ぐらいで売ってましたんで、でアルミ製で結構おしゃれですよ。あとはですね、こちらあのこのバーですね、スマホバー、これは何でも使えるバーなんでね、僕はこちらをこのような形を選んでまして、これ取り付けるときはですね、この下から、あ、上からですね、ステーをかましてつけてるんですけど、結構ねいろいろ挟めそうなんでいいですよ。でこちらにスマホホルダーをつけてますね。これはもう若干高いやつを選びましたね。あのスマホホルダーはね、あの安いの選ばない方がいいですよ。あの走行中飛んできますからできるだけね、あのしっかりとしたものを選んでください。僕はもうこれもアルミ製で、まあ、結構高いんですけどね、このスマホホルダーは。ちょっとね名前忘れちゃったんで、説明欄にあのリンク先を貼っておきますから、ぜひちょっと確認してみてくださいね。結構このスマホホルダーめっちゃいいですよ。こうやっていろいろあの大きさも変えられますし、あの iPhone 何かなプラスとか全部ね、あの大きさでも、あんなでかい iPhone とかでもこの調整ができるんで、つけることは可能です。いいですよ、はい。あとはこれですね、あのシガーライター、違うなんだっけ、あの USB ですね。これであのスマホの電源を取ってたりしますね。まあ、このようなものをつけてます。あとこのシガー、あの USB ですね、これいいのはライトが引くんです、あ、つくんですよ。でこのライトがあのバッテリーの残量とかを知らせてくれるものなんで、あの正常なバッテリーだと緑色、若干ちょっと危ないと赤になったりするらしいんでね、まあ、これもねなかなかいいパーツですね。おすすめですね、まあ、このスマホホルダーとこの USB はおすすめです。あとはですね、まあちょっと見えないところになりますけど、このブレーキラインですね、こちらのフロントブレーキの、ブレーキラインをあのメッシュホースに変えてます。まあ、あの普通の純正のブレーキラインですと、やっぱり熱で膨張する可能性はありますね。で熱で膨張するとエアを噛んで、あのブレーキが効きにくくなるというふうなことがあるんですけども、まあ、このようにメッシュホースをあの社外品にするだけで、まあそのような不具合はあの解消することができます。で膨張することもね、あの少なくなるし、意外とあのカチッとしたあのブレーキフィーリングも得られますんで、あのおすすめですね。あとあのブレーキですね、うん、あの僕のトキコさんと純正のブレーキキャリパーつけてますけども、ブレーキパッドがのゴールデンっていう、ブレーキパッドを使用してます。まあ、これあの他のも、動画でもお話ししてますけども、ハヤブサのブレーキって意外と効きにくいんですよ。ですのであの、まあ、純正のブレーキパッドよりは社外のブレーキパッドを使って、コントロール性を重視したりとかですね、まあ、あのじわーって効くような、そのようなあのブレーキパッドを選んで、見るとすごくね、あの安心してブレーキを踏むことができますんで、おすすめですよ。純正パッドもね、まあ、悪くはないけれど、やっぱ効き、ブレーキの効きとしてはやっぱ社外品の方が、いいです、本当に。なので、まあ、僕の今のところおすすめはこのゴールデンのブレーキパッドですね。なのでよかったらちょっとハヤブサ
のオーナーさんは試してみてください。以上がですね、僕がやったカスタムの場所ですね。まあほぼほぼあのアクセサリーとかだけなんですけど、マフラーとこのねブレーキラインとかブレーキパッドっていうのはあのカスタムしてますけども、まあ、この辺りが機能性に左右されますんで、まああのじっくりとカスタムする場合は選んでくださいね。いやーこのアングルがね、はやぶさめっちゃかっこいい。はい、今回の元ブログはこれで以上です。はやぶさのカスタムを紹介しました。まあね、純正の方が一番あの精度が高いのは言うまでもないですけども、やっぱこの少しカスタムすることによって自分用のあのバイクが作れるというか、いい感じに仕上がりますので、まあ、よかったらカスタムも検討してみてください。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。